こんにちは、総会塾の久保です。令和3年が始まりました。私のね、この YouTube チャンネルでは今までと同じようにですね、お金に関する問題解決を提供していきたいと思いますけども、その中でもですね、私と同じ年代、アラフィフというね、ロスジェネ世代とも言えますけども、40代50代を中心とした方にぜひね、復活の一手を打っていただきたいという一念でお届けしたいと思います。私もね、40歳まで何一つチャンスをつかめずに、就職もね、なかなかうまくいかずにやってきました。起業したんだけども黒字になったことは一回もなくですね、本当に厳しい中40代を迎えてしまったわけなんですよね。20代はまあ半分ぐらいはまだサラリーマンとして生きていたんですけども、転職をしようと思ったらうまくいかなくてですね、そのまんまプー太郎のまんま麻雀をやりながら、いつの間にか麻雀店のオーナーになってしまったんですけども、ここが一回も黒字にならなかったということでね、かなり苦戦しているところに、40歳を過ぎてパソコンを始めたところにインターネットを通じたビジネスっていうのがやってきて、でアフィリエイトからやってきたわけなんですけども、40歳から始まって今48歳なんですけどもね、最初の3年で全ての逆転ホームランを打つことができて、そこからはですね、本当に自信を持って速稼塾の塾長として多くの方々と一緒にですね、お金について考えることができました。で、収入を上げた方もたくさん私の塾内で見てこられ、見ることができまして、今ではね、すっかり自立して、速稼塾がきっかけだったんだけども、今は完全な独立企業をされて、情報の分野でね、かなり名を上げている方、収入を上げた方たくさん出てきて、私も頼もしいなと思います。で、改めてこの48歳で令和3年を迎えるにあたって、まあ、昨年はね、コロナというものが多くの方の仕事とか収入源を断ち切ったと思うんですよ。その中で生活保護に陥ってしまう方とか、それからですね、なかなか転職できずに給付金などに頼っていたんだけども、第2弾が出なかったりとかね、それから政府の援助が打ち切られたりとかして、残念ながら生活だけではなくて命そのものが苛まれた方もいると思うんですよね。で、私はそれがすごく悔しいですね。特にロスジェネ世代というのは、なんでロスジェネ世代って言われるかっていうと、20代の前半でもう完全なる政府の失策によってですね、職にありつけなかった、収入源を得られなかった方、そこに、まあ、小泉竹中路線というね、新しい改革がやってきたという黒船のもとに、派遣というものがすごくブームになりまして、やっぱりそういうものにね、まあ、ある意味乗っかってしまった私たちのロスジェネ世代が、派遣というものの、ね、恐ろしさを知らなかった。派遣会社を運営するんだったらまだしも、派遣社員になってしまったところがあらゆることの間違いの始まりだったのかなと。30前後になって派遣を切られる頃にはもう転職が不能になっていってしまったということもありますんでね。じゃあそういう方にもうね、チャンスがないのかっていうと、そうではないと。私も40歳からパソコンを始めるところからスタートでした。それまで麻雀しかやってこなかった私ですよ。30代のほとんど麻雀で過ごしてきた私がパソコンを始めるのが40歳から、そしてインターネットビジネスというわけのわかんないモンスターみたいなね、市場に入っていって、情報をかき分けてアフィリエイトを成功させて、そして今速稼塾を運営しながら、ついに FX というね、投資にまで、まあ、進出してしまったということがあります。で、多くの方が抱える問題、住宅ローンとか親の介護とかね、家族とはどうするものかとか、結婚とかね、私も40過ぎてから女性との出会いがありまして、もうだいぶ年が離れてるんですけども、40代で20歳そこそこの女の子とね、出会って、まさかね、結婚するとは思わなかったんですけども、トントン拍子に結婚が決まって、43歳で結婚しましたね。で、45歳で家を一括で買ってっていうふうな、本当劇的に人生が変わっていったというか、本当にね、すごい不思議な流れがありましたね。で、そういった経験と、あとは皆様からいただいたいろんなね、問題解決、こういったものを集約して、これからのね、令和3年からの情報発信にぶつけたいと思いますけども、やっぱり私の目線は40代とか50代になってます。特に私48ですけども、50歳前後の方がね、今どうすればいいんだと、これから10年先経ったら60歳だぞっていう方に対して、この一手を打っていこうよってものが、私はさまざま今手元にありますので、それをやっていただきたいかなというふうに思います。もちろんね、生活保護になってしまった方とか、自己破産を経験した方、そんな方でも全然ね、突破できるのがこの情報発信の世界なんですよ。で、まだまだ情報発信してる人は少なすぎるんですよ。ですんでね、速稼塾に入った以上は情報発信することは当たり前なんだと、そういう覚悟がない方は残念ながら速稼塾の方には入ってこられませんけども、無料動画の方でね、こういった動画の方で、活躍するためのヒントとか逆転するためのヒントっていうのはたくさんお届けできると思うんですよ。まあそういった意味も込めで、今年令和3年はよりね、皆様のお役に立てるような情報発信に努めようかと思いますので、よろしくお願いしますということでございます。本当にね、テーマとしては、
低アクセスでも稼げるっていう話をねどんどんしていこうと思います。低アクセスですよ。だから私みたいにチャンネル登録1万人いないとダメな方はそんなことはないです。チャンネル登録なんてね1000人いなくてもちゃんと自分の食べていくぐらいの収入は得れるわけですよ。30万とか40万とかの月収はね。だからそういった方法もお伝えしますし、もちろんね始めてすぐそうはならないですよ。で最初は月に1万とか2万稼ぐのはやっとかもしれません。でも月に1万2万稼ぐっていう経験もしてこなかったはずなんですよ。じゃあそれをやるところから始めてだんだん収入を上げていけばいいじゃないですかって話なんですよ。で一旦収入が作れるようになるとそれを膨らませていくのはそんな難しいことではありません。最初の01、最初の一歩、これに勇気を出して、ぜひね、一緒に歩んでいければと思います。私も48で、もう今年49になるわけですよ。50歳を目前にして、また私一から始めるつもりでやりますんでね、一緒にやっていただける方、私の動画のチャンネルの方をね、チェックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは行ってらっしゃい。